こんにちは、ロアです。ブレフロアさん183日目、あれ合ってる、イエイ、183日、はい、言った後にちょっと今教えてもらったばっかのに不安になっちゃいました。はい、やっていきたいと思います。イエスイエスさん、分かってない、分かってない、ゴーちゃん分かってなかった。183、大した話じゃない、ないね、はい、ということで今回もやっていきたいと思います。はい、お願いします、はい、今日は何をするんでしょうか。今日はグランドクエスト戦ですよね。続きですね、続きですね、はい、2つ目、前回無事1つ目をクリアできて、はい、ここは2つ目いきたいと思います。はい、はい、その前に恒例の皆様いつもご視聴コメント本当にありがとうございます。前回の動画の、ね、コメントを今させていただきたいと思います。はい、前回は、500連勝のところアリーナ500連勝ですか、ね、はい、すごいですよね。いまだに僕この間また負けましたよ。本当ですか。はい、いや、あえてこうなんか強い方にちゃんとこう挑んでるのかなって思います。私ちょっとビビっちゃうんですよ。もう、いや、もうそういう本当気遣いいつもありがとうございます。お気遣いありがとうございます。いやいやいや、はい、すごい素直にロアさんがすごいと思います。ありがとうございます。あれか、でもちょっとね伸ばして今185くらいまでは来てます。185、あ、間違った、585から。あ、すごいですね。着実に増えてると思います。皆さんもね、そのポイントが欲しい方はぜひ500連勝目指して頑張ってください。一番上がね、500連勝、あの貢献ポイントがもらえる最上連勝っていうんですかね、そうですね、が500なので、はい、ぜひもらってください。羨ましい、はい、ね、いっぱいスフィアとかも、ね、交換しちゃいましょう、はい、ということで、という時の、はい、コメントは、という時のコメントです、はいはい、皆さんおめでとう、たくさんありがとうございます。あれ、なんか同じ、全く同じのうさぎ人形が売ってましたって。あれ兄弟かな、あいつあそこに売られちゃったの。あれあらまあ、あらまあ、兄弟が大変なことになってますね。あ、でもいっぱいね兄弟いるからね。もしもそれ持ってる人は画面の前で一緒にこうやって、そうですね、あ、出るやっちゃった。はい、違うってじゃないよ、間違えちゃった今。やってください。あ、500連勝先越されてしまった、しまった。でもね、これコツコツやってたら結構あっという間にアリーナ多くて溜まってません？そうですね、うん、私結構なんか見るたびに3つ溜まって、あ、もったいないみたいな感じでやってたんですけど、計算上1日24回できますからね。まあそうですね、はい、ちょっと難しいですけどね、はい、でも結構コツコツやってたら行きました。500連勝すごい、ありがとうございます、頑張りました、おめでとう、ありがとう、すみませんって言っちゃった。ありがとうございます。謙虚ですね。いや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 、うん、あとね、全然いいですが、ロケユーは、アリーナで結構強いブルーなので、ブルーのリーダーなのでどちらかといえば途中で出てきたフィーバーリーダーの方が、あ、なるほど、その相手が誰かってことかな。あー、なるほど、なるほど、相手が私一番怖いのは、前も言ったかもしれないんですけど、あのグラジーの進化してるやつとか、はい、あとナドレとか、やっぱあとクランキーはちょっと避けてますね。相手が同じクランキー同士だとちょっと怖くて、はいはい、ちょっと避けがちなんですけど、強いクランキー相手は僕も確かにちょっとおっおっと思いますけど、ドキッとしますよね。でもいいやいいやって言っちゃうんですよね。なるほど、はい、だから500連勝でも私ビビリなんでね。お、皆さん本当にありがとうございます。お、500連勝おめでとうございます。ございありがとうございます。レベルもいつの間にか抜かされていたのか、ちょっと頑張ってます。しかも先週はあれがも来てたし、半減で、はい、スタミナ半減で、はい、ありましたね、半減キャンペーン、で月曜日もね、なので結構回させていただきました。チャンスですもんね。そうそうそう、うん。あ、これは残念な方が、皆さんお疲れ様です、ありがとうございます。ロアさん500連勝おめでとうございます、ありがとうございます。自分は456連勝で止まってしまったので、ゼロからのリスタートです。これね、悲しいやつですよね。わかる、わかる、わかる。マジャギさんは、僕もそれぐらいで過去2回ありますね。つらかんですね。つらいです。まあ、めげずに一緒に頑張りましょう、ね、いつかいける、いきましょう。なんだ今の、あれ、鼻で、なんだ今の、完全に鼻で、すごい鼻につく笑いが来た今。すごい今、しかも結構な大声で笑ってたけど、なんか、いや、なんでもないよ。どうしたの、どうしたの、いいよ、言って言って、言いたいことがあるなら、いや、思い出し笑い、思い出し笑い。
何思い出したの？自分が連勝ストップした時のことかな。違う、いや、うん、全然違う。あのこの4人、あ、違う、1人と3話の中で行ってないとすればもじゃだけだ。そうそう、なんか頑張ろうとかいうなんか感じもなんかね、かわいそうだなと思って。しょぼん。そう、そしたらちょっと笑えてきちゃった。で結構大きめの鼻につく笑いが来ちゃったって感じですね。大丈夫だよ、負けないで。負けない。ちゃんと刻みました今。一連の流れ心に刻みました。一生忘れないやつですよこれ。根に持つパターンですよこれ。この方はさらに私は499連勝からの敗北でした。スマホをソファーに叩きつけてしまいました。それはね、なりますわ。それは、ね、うん、はい、でもたまにね、あれですよ ね、 あのおっていうサブもありますよね、はい、あの音ゲーとかでもありますよね。そうですね。あともう本当の最後の一打で、うん、あの全てコンボが決まるんですよ。あ、そうなんですか。そこで4つ最後の1個でミスとか言って、うわー、うわー、スマホバーン、ソファリバーン。そんな、そう、よくわかります。頑張ってください。なんか今のブレフロで例えた方がよかったね。あれ今完全に、うん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 、音ゲーで例えると、例える、はい、ブレフロのことを別のものに例える。次いきます。ちょっとね、これ気になっちゃった。ローテ絶対自分でやってないだろう。レベル上げるの早すぎ。ちゃんと自分でやってください。やってるからね。私めっちゃ編集の時間とかでもめっちゃやってますから、これすごいですよね。本当にやってますから。すごい欲しいな、本当に。そう、あや本当早い。早い。あの私やり込みゲーめっちゃやり込んじゃうんで早いかもしれないね。すいませんですけど、あのめっちゃやってますから。むしろあの多分やってなかったらいろんなことを自分で理解できてないんで、すごい分かりやすいと思うんですよね、はいはい、やってない人は、うん、なのでちゃんとやっております。す、ね、ちゃんと今回もいっぱい育ててきました。あ、 5C 同じ方がいたんですね。でもね、ちょっとその、ね、今はまだ 5C の方がいいかもしれない。でもそうです ね、 もうちょっと我慢した方がいいかもしれないですね。はい。あ、前回のこの方がいらっしゃる。後藤内閣ってよく言ってましたね。あれ間違えて読まれるかと思いました。っていうかまさか名前呼ばれるとは。ありがとうございます。な、持ち上げ。あれよかったじゃん。いいえの持ち上げ。持ち上げ3じゃなくて。な、持ち上げ。持ち上げって呼んでくれて。ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。ということで、まあ、早速いきましょうか。はい。今回行くのはグランドクエストの、まあ、さっきも言ったんですけど、セカンドステージ。はい。はい、前回はカルでしたね。そうですね。今回は一体誰なんでしょうか。誰なんでしょうか。はい、覚えてないだけとも言う。え？あれ？いや、行きましょう。今回あなたの好きなあの子ですよ。え？行きましょう。あ、好きな子いっぱいすぎて。問題発言ピーピー。じゃあグランドクエストタップします。で上のね、暁の召喚師。お。ああ、いいコンビですね。いいですね。あなたの大好きなジャガイモじゃないですか。ジャガイモ。そっち？タップ好きですよ。僕この二人、うん、どっちも。なるほど。パリスちゃんいいですね。パリスもいいんですよ。じゃタップしますよ。はい。さあ、あ、じゃあのまたじゃあちょっとお願いします。はいはい。振るとき振られたら読みます。もう騙されない。し。あれは本当に面白かった。騙したわけじゃないですよ。たまたま本当彼しか出てこなかったんですよ、あの時は。あ、じゃあレジーナ、きっとパリスちゃんも出てくるんで、今回はじゃあレジーナお願いします。わかりました。はい、あ、じゃあ次からかな。お願いします。てめえ、こんなところにやがったのか。わざわざ俺様を出向かせるんじゃねえよ。そうだ、今日ね、モジャギさんね、メガネ忘れちゃって見えないんだった。見えてますよ、見えてますよ。あの、次男にバトンタッチしますか。あ、そっちでも大丈夫ですよ。いいよ、適度にバトンタッチしていただけると。ちょっとね、ディスプレイが光ってね。お、 ありがとうございます。いい、はい、もう話は聞いてるな、行くぞ。何？何のことだかわからない。召喚師の野梨どもめ、連絡一つまともにできねえのかよ。まあいい、優しい俺様がこれからてめえがやるべきことを教えてやる。
その足りない脳みそをフル、なんだ、フル稼働してきっちり頭に叩き込むんだな。ちょっとそれっぽい。てめえは黙ってろ。さっき紹介員が調査を進めた地域である噂が流れているんだがな。何？ボンクラのモジャゲのことだ。知らねえだろうな。ロアだよ。ここロアだよ。モジャゲね。その地域を支配していた冷酷非道な女帝がいたんだが、その女帝にまつわる宝が生命の大樹、大樹に隠されているっていう噂だ。お宝。お。その宝は女帝に仕えた魔術師が彼女より預かったものらしいんだが、なんでも大層な財宝が強力な魔法の品かって話だ。あげえな。で、そのルジナボヤク、なげえなって。噂を無視できなくなった召喚員の老人連中が、召喚士の中でも特に優秀な俺様にその噂の調査の依頼をし、てめえが俺様の部下として指名されたってわけだ。てめえ、てめえの面なんざ見たくもなかったが、召喚員からの指名じゃ、あ、しょうがねえな。おお、じゃあ次こうちゃん。マシュマ。ルジーナどうした？ルジーナ。ルジーナ今どうした？ルジーナどうしちゃった？マシュマ。マシュマ。マシュマ？マシュマ？マシュマでいいのこれ？マシュマかな？マシュマのようにコキ使ってやるからありがたく思うんだな。急にいいじゃないか。思うんだな。すっごいルジーナ。終わっちゃった。終わっちゃった。はい。最後ルジーナだいぶ性格変わりました。あれ変わんなかったよ。マシュマ？マシュマ？マシュマ？いやいやいや。でしょ？いいタイミングで変わったような気が。色棒はね、色棒は朝からってから。はい。本当にすみません。ありがとうございます。楽しかった。これ体が熱くなってきますよね。ね、汗だくです。じゃあパーティー編成。すみません。ちょっとうるさくてすみません。行きたいと思います。今回はね、前回より、はい、だいぶ星7を増やしてきたので。あ、そうなんですか、うんうん、レベルももう205？ そう、回し続けました1日。あの日はポンポンポン、オートオートオートってコストがまだ足りないので。 3まで見てましたよ、みんなで見てました。あ、そう、ロアさんのレベルがどん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 上がっていく様を。あの時はもうオートオートの上がってるぞ、ロアさん回してるぞって。じゃあ、あの時本当も早くまず200を超えたくて、とりあえず40が5体全部、はいはい、コスト40かかる星7が全部5体とりあえず入るようにしようと思って、とりあえず200は越しました。おー、はい、おー素晴らしい。じゃあね、パーティー編成いきたいと思います。はい。え、今回3パーティーなんですか？あー、そうですね、前回2だったんですよ。はいはいはい、そうかもしれない。そうかもしれないってか、そうですよ。何ですかそのトリックみたいな話。じゃあ、はい、ちょっと作っていきたいと思います。はい、いいですか？はい、はい、というわけでできた。できた。お、とりあえず埋めました。お、なんとなく見せてください、見せてください。これです。ドンドドン。いやー、入りましたね。育ててきたんですけど、すごいですね。ちょっとクエイトがね、レベル足りなかったんですけれども、なんとか召喚。いや、これだけユニットいれば、いや、育てましたねって感じしますね。いましたね。あともうちょっとですね、レベル、コスト42の子がちゃんと入るのにもうちょっと時間がかかるので、あえてレベル6を、ん、星6をねちょっと残したりしてますけれども。はい、ポイントは、こだわりは、ロアさんのこだわりその1。まあ、パーティー3は防御だけど、一応半減を全部に振って、全部に振ってっていうか、パーティー1パーティー2で振って、で、あとは、その2。あ、その2。ね、ロア、クランツ、グリフをとりあえずリーダーにしました。まあ、私のお気に入り3個なので。半減はちゃんと入れた。リーダーはこだわった。そうですね。まあ、そんな感じです。ざっくり、ざっくりしちゃった。しかもパーティー2が奇跡的にちょっと、6属性になったっていうね。はいはい。感じで。とりあえず今持ってるユニットで、ね、ちゃんと育ってる子たちを入れました。はい、うん、これでちょっとやってみたいと思います。それではフレンドさんを設定しちゃうぜ。で、
とりあえず、グリフで行こうと思います。伝統のグリフロア、はい、すごいですね。グリフがフレンドも含めると3体います、ね、そうなんですよ、3体入っててどんだけグリフ大好き、あ、ロアじゃないってね、グリフが大好きになっちゃうね。そうですね。はい、それでは、はい、いいですか、 Are you guys ready? いいですか、 OK、 Yeah Sure, alright。 お、英会話教室に乗っている。 Really? お、誇り高き戦士の、なんだろう、狂言、狂言、狂言ですね、狂言、狂言。そこ日本語でいいんだよ。 Yes。 じゃあこれ、じゃあ私が読もうかな。召喚員からの情報だと、でもちょっと咳が止まらないから読んでいただこうかな、やっぱり。いけますか。生命の体重へ行くにはいくつかの道があるらしいんだが、はい、今の時点で分かっているのは川沿いを進む道と、森の中を進む道の2つだ、うんうん、それ以外の道だと途中にある森を通って体重にたどり着かないって話だ、迷ってか、うん、宝を隠した魔術師による仕掛けらしいが、めんどくせえ話だぜ。まあ、お前と一緒に動かなくていい理由ができたのはありがたいかな。ツンデレ、あん。二つ道があるんだ。俺とお前が違う道を進むのは当たり前だろうが。たく、相変わらず頭の悪いやつだな。とりあえず俺は川沿いの道を、ね、川沿いを進むことに決めてやる。確か、頭の悪いって、確か。もうちょいに頭悪いって言われたの。ロア、ロア、お前は森の中の道から行け。はい。泥くせえてめえにはぴったりだろ。自分で言った。やばい。それとこのお宝はランドール広告のやつも関心を持ってるって話だ。ぼーっとした顔してんじゃねえよ。それ生まれつきです、すいません。面倒な連中が出てくる前に片付けたいってことだよ。ちんたらやってたら承知しねえからな。とっとと出、出発しやがれって。で、とっとと出、出発ってやつ、ね、出発しやがれ。おっと、おっと、ザ、ザザ、ザザザザザザって先輩、つながりましたね。アクラ召喚員グランガイア開拓局調査部保護支援課長いリム・メルハルムです、メリルハルムです。先輩に召喚員上層部から直々に依頼が来ましたよ。心して聞いてくださいね。これを成功させれば召喚員内の先輩の株はアップ間違いなし。やったですから。ん、え、もう現地に到着している。ルジーナさんが迎えに来た。これは失礼しました。連絡が遅れちゃいましたね。やっぱり午後のお菓子屋さん巡りは2軒目で止めておくべきだったかな。なんだこのキャラか。あ、いや、なんでもないです。こっちの話です。では改めまして。大まかな情報はルジーナさんから聞いているようなので省略しますが、先輩はルジーナさんに言われた通り、このまま森の中を進んで、この地域の中心にある生命の胎児を目指してください。なるほど。ファー、すいません。母親。すいません。もしくは何もないのか、え、ないのか。そういうキャラ、リムって。ね、その確認と、もし何らかの物品がある場合は、その回収が今回の依頼になります。なるほどね。あ、それと今回のお仕事は私が随時サポートさせていただきますね。それは心強い。でも先輩が依頼を引き受けてくれて助かりましたよ。ここだけの話、ルジーナさんと組んで仕事ができる召喚師さんってほとんどいないんですよ。え、先輩がルジーナさんの部下？いえ、そんな話は聞いていませんよ。まあともかく急ぎましょうか。遅れたらルジーナさんに怒られそうですしね。はい、ということで、はい、ということで、すごい母親ナイスナイス。ちょっとこれ読み終わったら切ります。ちょっと通知切らせてください。ここが生命の胎児に至る道の入り口か。それにしても寂しい風景ね。胎児に続く道の中でもここはまだ誰にも知られていないはずだから、誰もいないのは当然かしら。今話題になっている女帝の宝の噂、その女帝は崩壊寸前だった時刻を即位後わずか数年で見事に立て直したという。もし彼女が神の力を使って国を立て直したのなら、噂になっている宝も神の力を宿している可能性は十分にある。本来の任務とは異なるけれど、うん、調べてみる価値は十分にあるでしょうね。だいぶ独り言なのに説明してくれましたね。そうですね、
勝ち何何が踏んだ、そう、踏んだリアクションも大きいですね。そう、踏んだみたいな、踏んだ、何かを踏んだ何だろう、何も起きない、口が先に出ちゃうかな。もう少し気を引き締めていかないといけなさそうね。ドカー、お、なんだ、いきなり岩石が空から降ってきやがった。すげえ間受けた感じで。これが魔術師の罠ってやつか。ちっ、ふざけやがって、俺じゃなきゃ大怪我させられてるぜ。け、どうやらお宝までの道のりはそう簡単にはいかなそうだな。あいつがヘマしてなければいいんだが。あ、こちらも独り言ということですね。独り言多いな。すごいですね。はい、ということでスタート。はい、またね、これも前回と同様にこう分かれていく感じですね。そうですね、いろんなルートがあるんですが、はい、まあ、今回ロアさんは1ルートしか選ばない、1ルートしか選ばないっていうか、こう1つのストーリーしか多分味わわないので、どこを選ぶか慎重に。分かりました。はい、ちょっと通知を切らせていただきます。ママンからのね、ちょっと通知を切らせていただきます。ちなみにロアさんはあれですか、はい、お母さんのことはママって呼ぶ派ですか。ママです。そうなんですね、はい、お父さんはパパですか。パパです、はい、ママとパパです。かわいい。あれ、お兄ちゃんは、はあのあだ名です。あだ名、はい、あだ名って呼んでるの。それでは、じゃ私は1からでいいんですよね。はい、でこの 2,3 で本当いっぱいルートがあるけど、一応私の目標はコンプではなくクリアなので、はい、うん、今回は1回ね、そうですね、1回勝負でいってみたいと思います。それではじゃこっちかな。お、パーティー1で行くんですか。行、うん、きます。あれ、はい、パーティー、あ、そっかそっかそっか、全部行けるんだもんね。そうですよ、迷いますね。でもね、宝箱はちゃんと取りたいんですよね。なるほど、まあ、とりあえず1から行きたいと思います。はい、よいしょ、わかりやすいですしね。うんうん、よし、じゃあもうどんどん行ってきます。サクサクと、まあ、ここら辺は何も。そうですね、これね、今面白いことを発見したんですよ。ごめんなさい、いい、どうぞ、あと言います。先輩、今どこら辺ですか。どの辺だろうね。、うん、なるほど、順調に進んでますね。あ、察してくれたんだ、ありがとう。そうそう、噂の元となっている女帝さんのことなんですが、情報を集めてみました。お、えらいぞリム。でも凛斗くんに話を聞いただけなんですけどね。なんだ。ちゃんと会話してくれてる。神と人との大戦が起こるより前の、起こるよりも前、太古の昔にこの地を支配した女性で、崩壊寸前だった国家を即位後わずか数年で再建させたのですが、その後若くしてお亡くなりになった方のようです。なるほど、うん、その優秀さは歴史研究家の誰もが認めるところらしいのですが、その一方で政敵の追放や反対意見を無視しての強引な政策など容赦ない政治手腕でも知られており、なるほど、現在の一般的な評価は血も涙もない冷酷な女性君主といったことだところらしいです。イカチリーナみたいな感じですかね。ただリント君は冷酷と言われている彼女の行いは政治的に理にかなっているものも多い。流布されたイメージと、あれ？流布されたイメージと作られたイメージによって、当時の人間が彼女を非難する心情は理解できなくもないけど、後世に生きる僕たちまでもがそれを引きずって過去の人物の人格を判断するのは間違っていると思うけどね、うん、と言ってましたけどね。そう思うよ。あ、そうそう、この女帝さんにも即位前にはわずかながらロマンスの噂があったそうですよ。ただお相手と噂された騎士さんはすみません、彼女の、即位前にお亡くなりになっており、その話自体信憑性が薄いとされ、歴史家からは見向きもされてないようですが、まあちょっとね、いや気になる、うん、気になる、恋に落ちたみたいですね。ねえ、というフォーリンな。とりあえずこの宝箱をゲットしようかな。あ、ロマンより宝箱ね、うん、宝箱宝箱、うん、花より団子ってさっき僕言おうとした話していい。どうぞ。僕たちパソコンのモニターでロアさんの画面見てるんですけど、はい、モニターが黒くなるとね、
あのモジャを操作している違うモジャに操作されている人間がねずっと映っててね。ああ。なんか奇遇だね。はい。なんかモジャ家からも、はい、あの次男に操られてるおっさんの顔が見えるんだよ、ね。なるほどなるほど。あ、こう反射してってことかな。そうなんですよ。あ、うん、2人とも多分ニヤニヤしてるんですよね。奇遇ですね。すごい器具ですね、はい、そんなこと私なんかどっちサイドも見えるような。あ、違いますよ、うさぎさんしか見えてないですよ、ね、かわいいうさぎしか、はい、ということで宝箱ゲットしました。あ、なんかスイッチ入っちゃったみたいですね。実況実況、はい、あ、そう、何も起きないので大丈夫だと思います。お前踏んでるじゃんかって。さっきパリスちゃんも踏んでるからもう2個踏んじゃってますからね。でちょっとパーティー2に変更して、変更できるかな。 OK。 あ、ちょっと待って、ちょっと待って。 OK OK OK。 じゃあいきます。ロアさんなかなかあれですね、タップするのがお上手じゃない。いや、あ、そうですね。ちょっとまだ指先のちょっと神あーなるほど、もうちょっと神経を研ぎ澄ましてやなきゃ。ちょっとピアノのやりすぎですよ。そうですね、ちょっとお休みしようかな。どっちどちらもう順番に行ってみたいと思います。はい。今ルジーナ君のなんかドアのところに鍵がかかってて前行けなかったんですけど。ああ、なるほど。条件が揃うまで進めないってやつ。ああなるほど。これでどうかな。わかった。お、こうちゃん、あのモニターさちょっと斜めにしようよ。なんかねやっぱね、あのモジャに操作されてる人間の顔が映るとね、ちょっと気まずい。この角度大丈夫。この角度。ナイス。見えない。ナイス。はい、気を取り直して、はい。昔の繁栄など見る影もないけど、この町もかつては女帝が治めていたのよね。言い伝えでは女帝がここを巡殺したと合ってますか。合ってますよ。した際、一人の赤子が泣き出し、女帝はその子を人睨みして泣き止ませして。と言われている。それは優しかったのか怖かったのかちょっと分かんないですね。まあ、何よりも心配なのは今これパリス独り言で言ってるってことですね。そっちですね。あくまで言い伝えだから話自体はどこまで信じていいか疑問だけど、そのような話が伝わるほど人を恐れさせた女帝の力、やはり調べないわけにはいかないわね。寂しがり屋ですねパリス。すごいですね。そう思ったからついつい口に出して言っちゃったんです。あ、思ったことが。おっと、まだいけないだと。じゃあ先に、あ、これどっちか1個しか取れない。欲張り屋さんですよ、両方取りたい。取りたい。でもこっちにします。上の方がなんとなく、なんとなく遠いから、遠いところを取りたくなる。さてさて、はてさて、はてさて、お金とかかな。前回なんか水分ももらったような気がするんですよね。なんかありましたね、うん、あ、お金。でもなんか宝箱の色が違ったんですよその時確か。おー、あ、そうなん、確かあるのかな。装飾として3つの主流の紋章があっていいのかな、描かれているなんて。三つ首竜じゃん。三つ首竜か、そうですね。なかなか凝った宝箱ね。おっと、宝箱に早速また踏んでる。また踏んでる。バレスちゃん勝ち。このゲームの女性心しまった。ふう、まだなかなか何も起こらないね。ってことは何か当たりの価値があるってことかな。一体何なのかしら。もしかしてこの宝箱と関係があるのかしら。完全にまたルジ君がやられるパターンですよね。あ、開いた開いた。でまたこれ勝ちですよねきっと。そうじゃないのかな。お、カチッとしたおかげで開いたと思う、ね、確かに。とりあえずささっといきますか。しまっしまあれあれ、お、カルマに乗った今度は。お、勝ちじゃないですか。しけだ、宝なんかには用がねえが、それでも入手できるもんはしておかねえとな。ゴー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 。なんだガコン。ガコンだ。なんだったんだ、今のところ危険はねえみたいだが。あれ勝ちじゃない、ガコンですね。勝ちじゃないです、ガコンですね。金なんか落ちてきた。引っ張りますね。うん、まあちょっと行っちゃおう。
まあ、ちなみにロアさん、はい、豆知識なんですが、あ、大丈夫か。あ、パーティー変更をしなくても行ける場所をタップすると行けるパーティーが勝手に行ってくれるよっていう。あ、そうか、私今全然やってなかったそういうことナチュラルにやりましたけど、やっちゃいました。今更聞けない、ブレイブフロンティア危ない、今ちょっと一瞬ちょっと迷っちゃいました、合ってるよねみたいな。よし、ということで一応ポス来ました。えっ、おでかいですね。これなんちょっとかわいい、デールマンちょっと私巻き舌やりたかったんですけど巻き舌できないんですよ。デールマンみたいな、デールマンみたいな。おー、でももう今の喋り方すらできないです。え、デールマン、デールマン、ルーできますか、巻き舌。ルルルルルル、巻き舌できます。え、デールマン、それそれそれ、いやこれやりたかった。ちょっとなんかスパニッシュ風に言いたかったんですけどダメでした。すごい、できない、すごい、ちょっと行ってきます。はい、それですごいって言われてあんまり嬉しくないけどね。確かに、デールマン、私巻き舌ずっとできないんですよ。ロベイバーニッシュ、あ、巻き舌ないよデールマン、もう楽勝じゃないですか。あれ、これで終わりですか。倒したんじゃないですか、デールマン、デールマン、デールマン、あれ三男続けよ、3男がっていうか、あの伸ばさなくていいんじゃないのかなと思って。デールマンじゃない棒がなかったから、なんだっけ、前回の、前回言ってた、前回のは、え、前回あれだよ、あのあれあれ、さっき言えたのに、もう忘れた、もう忘れちゃいました。完全にエデルマに持ってかれちゃったんですよさすが先輩、あんなに強そうな敵を難なく突破しましたね、撃破しましたね。まあね、ん、何でしょう、あそこに宝箱がありますねほう、中にあるのは石のかけらですね。なんだこれ。いや、ただの石のかけらというよりは石板っぽいものが砕けたような感じですが、同じようなかけらがどこかにあるんでしょうかね。財宝とかではなかったのは残念ですが、とりあえず入手しておいてください。 OK、 後々何らかの役に立つかもしれませんし。 OK、 これを集めていく感じかな。なんですかね、ですかね。え、まだ終わりじゃないだと、だと続きますよ。終ボスみたいな感じでしょうね。なるほど、いくぜ、ぜ、もう1でいきます。そのままいきました。ボスかなこれボラービーグ、これビーグですビーグ、これビーグなんかイタリアンっぽく喋れないんですけど、イタリアンは完全にボーノ、おっと、え、これは、あ、これちょっと全部打っちゃってもよかったかもしれない、うん、ちょっとすみません、打っちゃいました、打っちゃない、カットしちゃいました大丈夫、大丈夫、あ、大丈夫か。子供の頃親父に、俺はイタリア語喋れるんだぜって言われて、何喋ったんですか、お父さん。すごい、本当お父さんって言ったら、お、ちょっと聞いとるよって、タカポーンイカジュポーンって言ったんですよそれ私、それイタリア語バージョン初めて聞いたけど、それなんて言ってんですか、本当。タコ8本イカ10本それイタリア語バージョン初めて聞いた。私あれですよ、フランス語喋れますよ。お、そうなんですか。そう、坊主またあげる、あ、言えてない、坊主またあげる坊主窓を開けるって言って、坊主窓混ぜるみたいな。ああ、なるほど。あと、あの韓国語もいけます。何ですか。よくちょん切れるハサミだよくちょん切れるハサミだよくちょん切れるハサミだって言って面白い、面白い。まだまだあるんですけど、韓国語もあるんですね。はい、そこら辺にしておきます。多彩ですね。こういう小ネタはなんか友達間で結構あるんですけどいい仲間持ってますね。はい、なんで、なんかあったんです。あ、フランス語もう一個ありました。何ですか。そんなこと言ってる間に倒しちゃいました。ポントワテジュ、ポン、ポン、ポントワテジュ、ポントワテジュって言ってるんですけど、目玉焼き屋を作る工程を、はい、ポントワテジュって言って言うと、はい、ちょっとフランス語、え、なんて言ってるんですか。ポン、ポンと割ってジュって言ってるポントワテジュ終わりました、すいません。本当でしょってもいいよね。本当でしょ、ポントワテジュ、そうで、すいません、終わりました。やったやったちょっとフランス語とかね、いろいろ当てる間にはい、国際交流になっちゃいましたけど、ようやく生命の大樹にたどり着きましたね。先ほどの魔物は大樹の守り手でしょうか。でもそんなに強くなくてよかったですね、
確かにね。さてここに女帝さんの宝が眠っているはずなんですが、それっぽいものは見当たりませんね。もうちょっと探してみましょうか。探そう。うん、やっぱり宝箱はおろか、それっぽい洞窟すらありませんね。宝があるという情報はやはり嘘だったんでしょうか。まあ噂なんてそんなものだと言ってしまえばそれまでですが、あれ、それまでですが、てんてんてん、おお、ポント当て、続きが光った。ポント当て10、ポント当て10、タカポン、ハムにハム、あ、違う、パンにハムハム、ハサムにだ思い出した、思い出した、パンにハムハサムにだそれだ、今何か思い出したと思ったら、すっきりしました、すっきりしました、すいません、何でしょうかこの左あ、た、大事に文字が浮かび上がってますよ何でしょう、大事に至りし者よ、目の目に映る宝を求める目を指すれば、今日の一つが、違う、与えられん、しん、それは三つの導きの一つなり、目標の表だったんですけど、印ですね、それは、すべての印が揃いし時、記憶の扉は開かれん、すべての記憶、なんか忘れてるんですかね、私は女帝の記憶ってことじゃないですかね、あ、そっちか、俺フランス語が韓国語がまだなんか忘れてるまだ覚え出してないの、あるかもしれない、なんか持ってたかもしれない、私もね、かけらをちょっと集めて、そのうちにパッて出てくる、僕ちょん切れるとか言い出す、これから楽しみだなこの言葉通りに進んで、しるべというものをこの場に、3つ持ってくれば、しるべか、しるべだ、うん、3つ何か変化が起きるってことでしょうかね。でもこれだけじゃよく分かりませんね。とりあえず目的地には到達したわけですし、任務はこれで達成ということで、ルジーナさんはまだいらしていないですが、合流しても大変なことになりそうなので、先輩急いで戻ってきてくださいひどいこと言ったら置いてってくださいってことですよねさらっと、でもやっぱりちょっとモヤモヤしますね。あ、失礼しました、大丈夫です、気にしないでください。それじゃあ先輩、今回の任務お疲れ様でした。お疲れ様です。っていうことは、はい、あの、私昆布の内容とか見てないんですけど、はい、私じゃなくてルジーナ君でクリアしたりとか、パリスちゃんでクリアしたりとかっていうので、その昆布なんですよね、昆布がまた変わってくるっていうことっぽいですね。そうですね、ルートは変わって、確かここは、うん、あの、今記憶を集めて持ってくるって言ったじゃないですか、うんうんうん、だからみんな同じように進めて、それぞれがかけらを集めて、なるほど、行くと確か、あの、女帝絡みのイースフィアが最終的には手に入るっていう、これは個人的にやっていきたいと思います。今何パーセント達成ですか、どうやって見れるんでしたっけ、ポッ、お、よしよしよし、お、やった、お、いいじゃないですか、一回クリアするだけでも結構いいのが、ね、いろいろもらえますね、もらえますよね、やったやった、どうやって見れるんですか、これで25、まだまだですね、まだまだですね、秘宝を発見した、これがあれですね、きっと3つ揃えてるとかですね、そうですね、でコンプする、コンプすると、まあ、確かここで女帝の涙っていう結構いい、うん、あのスフィアが手に入るんですよ、散々女帝女帝言ってましたけど、へえ、これはちょっと入手する価値がとてもありそうなものっぽいですね、そうですね、うん、いいスフィアだったと思います、なるほど、うん、BB ゲージが回復します、あ、覚えてる、さすが、ポント当て10、ポント当て10はい、ということで今回はとりあえずクリアということで、今度はね、すみませんがクリアということで、また次、次回は違うんですよね、そうですね、次はいよいよカル、またカルか、出番ですよ出番来ちゃいましたよ、カルか、はい、ね、カルはもうね、もじゃげーな、やっぱりちょっとここは読んでいただきたいと思います、はい、ということで今回はここまでにしたいと思います、はい、はい、皆さんお疲れ様でした、それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします、ではでした、またね、バイバイ、バイバイ、皆さんご視聴どうもありがとうございました、パソコンの方はこちらのボタンをクリック、スマートフォンの方は画面下のチャンネル登録のボタンをタップしてください、それではラーでした、またね、バイバイ。